神山町にある上一宮、上一宮かな、大栗神社ですね、行ってみたいと思います。でお拙者がねここにあるので、そのまま参拝していただければと思います。目印はねちょっと鳥の向こうにあるんですけど、郵便局がここ入ってくるような感じです。でもう一つは四国ボケ封じの三十三観音の神宮寺の 霊場がある。多分神仏根本の時代のやつだから死してるのかなと思うんですけど、で参道がね、下から行って大体30分ぐらいかかるんじゃないかと、役場の人が言っておりました。こう行くので、もしちょっと足の悪い方はね、このこっちの方で行った方がいいかもしれないですね。私は足は悪くないので、この随身棒ですね、保証番を用意してて、お先に登って、あっでもそこまででもない、あっあれかなどうだろう、結構あれな、先に登った人がいるんですけど、すごい。あ、でも思ったよりは、あ、でもあるかな、あるかな、あるかな、思った距離ありそうだな。あ、ね、下から30分ぐらいで行けるんじゃないですかなとか言ってたんですけど、思ったよりはないかな。10分ぐらいできるかな。足場はそんなに悪くはないんですけど、ですけど勾配が結構結構あるんで、勾配が気をつけてくださいね、勾配があるんで。ハイヒールとかそんなものでは来れないと思いますけど、来ないと思いますけど、こういう山の上の神社ってこう、あ、京都の愛宕山とかだったらね登る人も多いんですけど、なかなか額がないんでわかんないですけど、ちょっと珍しい、あんまり見ないような花が咲いてますね。これは何の花なんだろうね、分かった人がいたらちょっとお知らせいただければと思うんですけど、私もね花とか木とか好きなんですけど、いかんせんこう名前をあまりちゃんと覚えてないので、これは何だろうな、ちょっと珍しい話ですね、あまり見たことはないんですけど、あ、こっちの近づけてみるか寄り道して、なんかすごいこの花だけがすごい咲いてますね。こんだけ特徴の花だから結構わかるかな、これかな、
省してますね、その話を。今日今ゴールデンウィークのこれ撮影してる人ですよ。公開する日はいつかわかんないですけど、ここにあれをゴールデンウィーク中なので、5月あたり、4月の後半、山の中だからあれかな、里だともうちょっと早いかな、そのぐらいに咲く花なんでしょうね、きっと。でも作りましたね、このこの逆にこう石段の方がある方が辛いというパターンですね、これなんか、このこういう石段ってこう幅に合わないので逆に辛かったりするんですけど結構上がってきましたよ、もう下これですからね直線的に坂を登ってるから、なんか迂回道みたいなとこ行くと30分ぐらいかかりそうですね。あ、でもきっと神宮寺の方、この辺は四国だからね、お遍路さんが多いから神宮寺の方に皆さん行くから、神社はね、あんまり行かないかな。神社で有名だとね、鶴見山の神社とかですかね、山の中だと。まあ割と神社も多いんですけど、四国っていうとなんかお遍路さんっていう意味なんで、神徳満天光満ちる光満ちる地、すごいいいとこだよって言ってると思うんですけど、まさか、まさか、下からちょっと休憩しつつ、やっぱ10分ぐらいですかね、今花を取りながら来たんで、ちょっと休憩できてますけど、休憩しないで来るのはちょっときついな、これ何の本だろう、本当に、はい、よいしょよいしょ。